そうね。今はお料理だって作れるようになったし。笑い方なんか忘れちゃったわ。なんでもない。ただ私が思うのは、今の方がずっといいってことだけ。昔よりもずっと。もちろん私のことが？そうなの？千尋の言ってること正しいってお兄ちゃんは判断するってこと？さあ。そんなこと一度も意識したことがなかった。そう、二人がそう言うならそうなんでしょうね。それがどうかした？焼き餅？じゃあ何よ。ああ、言いたいのはそっちのこと。木下君にはそういう気持ちになれないから。もちろん他の誰に対しても。分かっているくせに。
それ、くれる？飲んで。飲んで。おいしい。ううん、おいしいの。キスして。好きよ、お兄ちゃん。好き。私のこと好き？
ずいというか変な味、匂いも。ねえお兄ちゃん、学校のお話して。お兄ちゃん、起きて。おはよう。
そんなに…って冷たい？じゃあ、やめます。心臓麻痺なんか起こしたら大変だから、もしものことがあったら私も。今朝はお兄ちゃん、ちょっと嬉しそうな寝顔だった。楽しい夢でも見てた？そう。お兄ちゃんにとって楽しいことって、きっと昔の中にしかないのね。いただきます。